12月8日、バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください。2時間半 SP、TBS 系が放送された。同番組では今回、即興ダンスバトル企画が行われたという。番組では、出演者が有名楽曲の振り付けをその場でコピーし、完璧に踊ることができるかを競う、ダンスの完コピレボリューション、企画が開催。関口メンディー率いる LDH チームや、後藤真希や伊原六花などのダンス女子チームが、スノーマンメンバーらと対決しました。テレビ指揮者。今回、ダンス企画の5回戦では、修二と明の、青春アミーゴの振り付けに、スノーマン、渡辺翔太と宮舘涼太が挑戦。二人は完璧なダンスとアレンジを成功させ、審査員から、さすがでした、完コピしながらもエンターテインメントの足上げなどと大絶賛されることに。そして、番組の最後には今回の企画で最も活躍した MVP が審査員から発表されたのだが、その人選が一部で炎上しているという。今回、MVP に選ばれたのは、スノーマン、目黒蓮です。目黒は番組で3代目 JSOULBROTHERS の人気曲、R, Y, U, S, E, I の振り付けに挑み、見事、完コピ、評価を得たものの、審査員から、振り付けが、一つ足りなかった。ただ、パーフェクトだと思う空間を作れていたという理由で、ギリギリセーフだったことが明かされていました。そのため、一部ネットでは、完コピ、企画なのに、なぜ完璧なダンスを披露した渡辺くんや宮舘が MVP じゃないの?人気メンバーである目黒蓮への忖度では?などと怒りの声や憶測が相次いだのです。すると、その後に更新された渡辺のブログの話題に、渡辺はファン向けブログにて、それスの新企画どうだった?と番組に触れ、めめ MVP おめでとう。何の間違いもない MVP だよと目黒を称える内容を投稿。今回、渡辺が、何の間違いもないという言葉を使っていたことで、ファンから、放送後の炎上を察知して書いてくれた。という声が上がったほか、渡辺くんのブログのおかげで心がすごく落ち着いた。やっぱり優しくて高くて素敵な人と感激する声が飛び交いました。前室テレビ指揮者。審査員から、本気の目をしていたと称賛され、MVP に輝いた目黒。だが、完コピ、企画ということで、ファンの間でも審査に関して意見が分かれてしまったようだ。アイドルグループ、スノーマンの目黒蓮が10日、自身のインスタグラムを更新。8日に放送された、それスノーマンにやらせてください。TBS 系での初共演を喜んだ。写真、初共演となった関口メンディー。それスノの名で親しまれている同番組は、スノーマンの冠番組だ。8日20時から放送された2時間スペシャルでは、GENERATIONS、関口メンディーと小森はやぶさ、ザラムページ、藤原樹、FANTASTICS、木村さとし陣ら、大手芸能事務所、LDH の面々とバラエティ初共演を果たし、大きな反響を呼んだ。この日、ストーリーズを更新した目黒は、いろんな方たちと一緒に集中したり、何かに取り組むって本当に良い空間と経験で、と自身の感覚を綴ると、何より、実は僕はメンディーさんが大好きです。最高でした。とにっこり。目黒は同番組の企画内で MVP に選出され、メンディーから、目黒さんは満場一致で MVP と評されるなど、奇跡のコラボを楽しんだ。そんな収録を振り返り、家であの後ランニングマン復習しましたと、ストーリーズの楽曲に、R、Y、U、S、E、I をチョイス。初共演を喜んでいた。